皆様大変な話をスワローズに同一カード3連勝のドラゴンズ、今日から3位ジャイアンツとの3連戦です。セントラルリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの1回戦をここバンテリンドーム名古屋からお伝えします。今日の解説は現役時代3度のリーグ優勝、そして日本一ドラゴンズ黄金時代の絶対的エース川上憲伸さん、そして元ホークス監督の工藤公康さん、実況を三橋大輔でお伝えします。工藤さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？やっぱり、先発ピッチャーの敵一つですね。まずは立ち上がりしっかり抑えられるかですよ。なるほど。まずはドラゴンズの先発高橋がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。プロ4年目の21歳、今日はジャイアンツ打線に対してどう立ち向かっていくのか注目です。丸、ライト、丸、背番号8。はい、インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ここはもう一つスライダーでもいいんじゃないですかね。なるほど。さあ何を選択してくるか。ボールになります。2ストライク2ボールです。ここは外れます。フルカウント。ちょっと勝負しきれなかったですよね。次どうするか迷うところですよね。そうですね。3ボール2ストライクフルカウントになっています。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。打席には2番センターで先発出場のヘルナンデスが入ります。クリーンナップの前にランナーを置きたい場面ですが、ここはどういったバッティングを見せるのでしょうか。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高橋、木下のバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。初球空振りです。ワンボールワンストライクです。よく見た。このバッターを出すわけにはいきません。打ちました。ファウルになります。フォアボールのランナーを出しました。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。最後にいいボールでしたけどね、うまく見極められましたね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ここは低めのボールでゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。速いボールで追い込みます。高め見送っています。アウトロー外れます。
苦しいピッチングが続きます。バッターと素晴らしい送球が来ました。ジャイアンツこの回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。ドラゴンズのスターティングラインナップです。1番センター岡林、2番ショート村松、3番サードには福永、4番ライト細川、5番レフトには石川、6番ファースト中田、7番キャッチャー木下、8番セカンド田中、そして9番ピッチャーは高橋です。対するジャイアンツの先発は山崎、今季初登板のマウンドに上がります。昨シーズンは23試合に登板して10勝5敗、防御率は 2.72 という成績。プロ4年目の今シーズン、進化した投球を見せることができるのか、さあ注目の立ち上がりです。アウトコース見送っています。真ん中見送ってストライク。追い込まれています。変化球空振り、ワンアウトです。打順は2番ショートの村松です。昨シーズンは98試合に出場して275打数57安打という成績でした。ここはドラゴンズ打線の起点を作っていくことはできるのでしょうか。まずは先頭の岡林から三振を奪っています。初球ボール、低めの球ストライク、151キロ。この球は落としましたが決まりません。ピッチャーライダーです。打順は3番福永、前回のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。速球で追い込まれました。この球は外れています。これは低いところに持ってきました。変化球空振り、3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。
さあ川上さん、初回はランナーを出しましたが切り抜けて、ここから流れに乗っていけるかというところですかね。そうですよね、まあ、この先頭バッターまた大事になってきますからね。ここを抑えれるようになるとリズムに乗っていけますからね。なるほど。空振りです。スピードボールを持っています。ワンボールワンストライクです。さあ高橋、これで追い込んだ。ツーボールツーストライクです。空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックスには5番の坂本、前回のゲームでは決勝打となるホームランを放っています。いいところで飛び出した一発でしたよね。はい、いや今日も気合が入ってると思うんでね、やってくれるんじゃないですか。期待しましょう。先頭バッターの岡本は三振、まずはワンアウト。ストレートでいいんじゃないですかね。なるほど。インサイド落ちました。入れました、ファールボール。見逃し三振。先ほどの投球です。素晴らしいストレート、バッターも手が出ませんでした。バッターは6番の萩尾。ツーアウトランナーありません。初球はボールから、155キロがいきなり出ました。この高めは外れます。ボール先行です。いやー、いいまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。ここは155キロを計測しています。低め、センターへ。しかしこれはスタンドには届かないか。岡林が掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。2回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。細川が打席に入ります。前回のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。川上さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、先に点を取って流れをつかみたいですよね。そうですね。いいコースだったんですが、きっちりと見極めました。いいところへ決まります。
とか粘って出塁したいところ。これはバットが泳ぎます。フルカウントです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番レフトの石川を迎えます。昨シーズンは2割4分2厘、ホームランは13本、45打点という成績でした。さあ、ドラゴンズ打線のクリーンナップが攻撃の足がかりを作っていきたいシーンです。山崎、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク、インサイド変化球外れます。これはバット出ず三振です。2アウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。まあせめて今のは手を出してほしかったですよね。バッターボックスは6番の中田。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。2アウトランナーありません。初球打ち、ワンボールワンストライク。際どかった膝元、変化球がわずかに外れています。打ちました。セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。工藤さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。そうですね、両投手とも無難に立ち上がりましたよね。本当にそうですよね。素晴らしいピッチングが続いています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。田中が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには8番の伊豆口を迎えます。今日は8番ショートでスターティングメンバーに入っておりますが、その阿部監督の期待に応えるためにもここは出塁しておきたいところ。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。1球目狙っていって当たりません。低め外れました。ボールになります。打ちました。田中、アウト、ツーアウト。9番ピッチャー山崎伊織。ピッチャーに打順が回って先発の山崎が打席に入ります。
まあここは省エネピッチングでいいと思いますけどね。そうですね。大きく変化しました。インサイド落ちました。ファウルになります。3球目見送っています。ボール。外して平行カウント。さあ何で決めてくるか。際どいコース見送っています。3ボール2ストライク。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。0対0、同点です。川上さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあそうですよね、やっぱり先に主導権をね握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。初球空振りです、これで追い込まれました。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。膝元をつきましたが外れました。ここは際どいところも手を出していかないといけませんね。なるほど、そうですか。すごいですね。よく選びました。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクです。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。アウト、ワンアウト。バッターは8番セカンドの田中。まずは先頭の木下を打ち取っています。初球ボール。入りました。147キロ。さあバッティングカウントどこへ来るか。外に決まりました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。イン
インサイド落ちました。高め打ちました。これはどうだ、伊豆口素晴らしい反応を見せた。アウト、ファインプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。工藤さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは守備が良すぎましたね。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋がバッターボックスに入ります。まあ打つのは難しいかもしれませんが、とにかく食らいついていってほしいですよね。そうですね。初球から行きました。ワンボールワンストライク。打ちました。ファウルになります。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。3回終わって0-0同点です。先発の高橋ですが、ここまで45球を投げ、ジャイアンツ打線をノーヒットに抑えています。回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。1番の丸ですが、1回表の打席ではストレートで空振り三振に倒れています。いやー、良かったと思いますよ。いい配球でした。今度はね、違うパターン行った方がいいでしょうね。そうですね。ドラゴンズ得点に動きはありません。0-0で4回を迎えています。さあ工藤さん、まずは先頭バッターですよね。まあ1点が重い展開になりそうなんですよ。だから先頭バッターを出さない、これがね特に重要になってきます。そうですよね。3球目打ちました。これはどうか、伸びていく伸びていく、ライト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。厳しいコースには行ったんですが、うまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。いや、コースは良かったんですけどね。さあドラゴンズ先制のピンチを迎えています。ここに来て今日初めてのピンチですが、工藤さん、まあここでね、しっかりとこう踏ん張ってしのいでほしいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の高橋、この状況にどう対応してくるか。まあ、球数もそれほど多くありません。低め、ワンボールツーストライク。さあどうだ。まあストレートを続けてもいいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。セカンド吉川直樹。
まあね、こっから後をしっかり抑えて、まあ、切り抜けたい、まあ、そんなところじゃないですかね。さあこの場面で打席には3番の吉川が入っています。まあここはね、欲を言えば三振が取れるといいですけどね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。川上さん、三振を狙うためにはどういった配球になりますか。まあここは間違ってもストライクゾーンに行かないようなボール球でうまく抑えたいですよね。なるほど。そういうピッチングができるかどうか。はい、追い込んでからどのように配球するかは注目ですよね。はい、追い込んで決め球は何で来るのか。次は高めの。このピンチ空振り三振に切って取りました。まさに三振が欲しい場面でしたよね。はい、三振で2アウトとなっています。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。まあ完全にボール球でしたけど、うまく振らせましたよね。2アウトながらランナー3塁、バッターボックスには岡本。何としてもここで止めたい。マウンド上高橋。低めはこれは入っていました。155キロ。惜しい。はい、インコースわずかに外れてボール。アウトロー見送ってボール。さあここをしっかりと抑えれば次は1番からという高打順の攻撃です。ドラゴンズ ここでフォアボールを与えました。2アウトながら1塁3塁となります。まあ怖いバッターでしたからね、警戒したんですかね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。外のボール打っていった。高い打球になった。掴んで3アウト。先制は許しませんでした。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ打線はここまでノーヒットに抑えられています。打順は1番に帰ります。バッター岡林。先ほどはフォーク、タイミング合ってなかったですね。ここはね、その球種を狙ってやり返したいところですね。打ち取られた球を逆に狙ってということなんですね。次が50球目になります。ボールになります。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。前の打席はピッチャーライナーでした。バッターの村松、まずは先頭の岡林から三振を奪っています。空振り、スピードボールを持っています。低め見送っています。
変化球がインコースに決まります。2ボール2ストライクです。打ちました。ボテボテ、ショート取った。2アウトになりました。先ほどは空振り三振でした。バッター福永、前の打席はね、相手バッテリーの術中にインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ドラゴンズです。2アウトランナー1塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いや、難しいボールでしたよ。バットコントロールがお見事でしたね。バッターは4番ライトの細川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは相手バッテリーにしてやられましたね。ここはね、さっきやられたボールを狙っていくっていうのもありですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ、マウンド上の山崎、ランナーを背負ってのピッチングになります。一塁牽制、一塁はセーフ。3球目打ちました。左中間に大きな打球。さあどうだ、まんまん中、左中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。ドラゴンズ1点を先制しました。レフトオーバーのタイムリーヒット。1対0、試合が動いていきます。ここはうまく打ち返していきました。見事なタイムリーです。そうですね、振り遅れることなくしっかり捉えましたよね。ここで欲しかったタイムリー、先制点が入りました。バッターボックスは5番の石川。ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ、先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。いや、打線がつながってきましたね。次も期待したいですね。はい、さあ、ここも続くことができるでしょうか。いいコースですが外れています。アウトロー、空振り。ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズついに均衡を破りました。4回終わって1対0、ドラゴンズ先制です。さあ、川上さん、回も5回という勝ち投手の権利がかかるイニングになりました。高橋宏斗、まあそうですね、先発ピッチャーっていうのもね、こう勝ちを意識するイニングになってくると本来のピッチングは変わりつつありますからね。そこはペースを崩さずにいってほしいですね。そうですね。際どいコース外れました。速いボールで追い込んでいます。高めに外れます。このバッターを出すわけにはいきません。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。やっぱり先頭出しちゃうとね、投げにくくなるんで、できれば出したくなかったんですけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。
そうですね、ここは変化球を引っ掛けさせてゲッツーを狙いたいですよね。送ります。高橋アウト、そのままタッチしてワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。打順は8番伊豆口。ドラゴンズフォアボールのランナーを得点圏に進められています。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。まずはボールから入りました。鋭くついてきました。ストライク。外の球、左に切れてファウル。この低いボールは外れます。このバッターを出すわけにはいきません。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。ホームに送球する、ホームタッチはアウト。先ほどのプレーです。ヒットは打たれたんですがアウトカウントを一つ増やしました。打順は9番ピッチャーの山崎がバッターボックスに入ります。昨シーズンの打撃成績は44打数6安打、打率は1割3分6厘という成績。さあここはどういったバッティングを見せるのか。ツーアウトランナー1塁です。さてこのところのジャイアンツですがここまで2連勝ボール先行、次は入れていきたいところ。落ちる球、ストライクが入りません。ここは1球見ました。走ってきた、引っ張った、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1対0、ドラゴンズが1点差を守っています。5回の裏ドラゴンズの攻撃、バッターは6番の中田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点リードで迎える5回の攻撃です。川上さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、あと1点取って2点差にすればだいぶ余裕も出るのでね、やはり追加点が欲しい場面ですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。外への変化球は決まりません。ここは見極めが重要なカウントです。臭いところは手を出さないといけません。なるほど、さあバッターは何を待っているか。詰まりながらも右中間へ、ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は7番木下。前の打席のチェンジアップ、これはねタイミング合ってませんでしたね。はい、今度はその球種を狙っていくのもありですよ。なるほど、あえて狙うということですね。
変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。インコース低めの球、空振りになります。ツーボールツーストライクです。これでスリーボールツーストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール、ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。追い込まれてからよく選びましたよ。そうですよね。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですね。ここはバントを警戒して前進守備ですかね。そのようです。ツーボールツーストライクです。次が80球目になります。打ちました。一気にライトへ。ドラゴンズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。ここは綺麗に流していきました。そうですね、逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。バッターボックスには先発の高橋が入っています。まあここまでのピッチングを見てまだいけると判断したんでしょうね。そうですね。さあ追加点、送ってきた。あっと上げてしまった。掴んでアウト、決めることはできませんでした。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。ここもつないで波に乗りたかったんですけどね。まあでもまだ得点のチャンスですからね。次のバッターには決めてほしいですね。そうですよね。そしてこのチャンスで打席には1番の岡林が入っています。ワンボールワンストライク。カウントになりました。ここからはバッターも積極的に出てきます。ボールになります。さあフルカウントを追い込まれました。ここで意地を見せられるか、バッターボックス岡林。外の球打った、切りました。ファウルボール。スリーボールなんですけどね、なかなか厳しいところにもついてる。インサイド打った、お手元の内野ゴロ。サード取った、そのまま入って三塁アウト。これで3アウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5回終わって1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、ここも三振、思うように攻撃できません。4回の表、ランナー三塁のピンチだったんですが、しかしバットには当てさせません。なかなかゲームが動きません。その裏、ツーアウトで1塁にランナーを置いて4番バッター細川、左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズ先制します。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。
打順はトップに帰って丸。前の打席は失投でしたよね。ここはそういうことがないように丁寧に行きたいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。膝元への変化球、低めのボール入りました。ワンボールツーストライク。外の球外れています。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。先ほどは先制チャンスの場面であえなくセカンドゴロに打ち取られました。2番ヘルナンデスです。先頭バッターの丸は三振、まずはワンアウト。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが高橋、そしてジャイアンツが山崎、この2人の投げ合いとなっています。際どいところだったんですが2ボールです。内へ低めの変化球、速いボールで追い込みます。ここは外れました。ちょっとコントロールがね甘かったんですかね。なるほど、そうですね。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ここはフライになっています。サードが構えます。取って2アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。バッターは3番の吉川、先ほどはジャイアンツ先制チャンスの場面カットボールで空振り三振に終わっています。2アウトになっています。さあネクストに控えるのは一発のある岡本、ランナーを出すと次ホームランで逆転という場面、ここは抑えておきたいところ。インコース決まった。このバッターを出すと同点のランナーとなります。ちょうどこれが100球目。インサイド打ち上げました。ライトに上がった。この打球はフライになっています。細川が掴んで3アウトです。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはドラゴンズです。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏ドラゴンズの攻撃、2番バッター村松、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズ1点リードで迎える6回の攻撃です。落としました。外れます。打ちました。
になります。低めボール、打ちました。右中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライトが取りました。バッターは3番サードの福永。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。先頭バッターの村松を抑えてワンアウトになっています。打ち上げてしまった。ここはフライになっています。伊豆口が掴んで2、こちらが先ほどの配球になります。初球ボール、ボール先行。さあ次は狙っていきたいところ。変化球タイミング合いません。次が100球目になります。さあこれでボール3つ。さあフルカウントになりました。ここで簡単に終わりたくないところ、細川。アウト、スーパープレイ。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。6回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。ラッキーセブンの攻撃は4番インコース、空振り、155キロです。ボールになります。うまく誘ったんですけどね、振ってきませんでした。高めの釣り玉でしたが振りません、外れています。これもまっすぐできました。ここは難しいですよね。まあゾーン内で変化球で勝負するのもいいと思いますけどね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました、いい打球だ、高く上がった。これはどうか、レフトオーバー。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれは配球を読まれていたかもしれませんね。さあこの終盤で同点のランナーを許しています。しかもノーアウトです。バッターは坂本。川上さん、この選手の前にランナーを置きたくなかったですね。いや、10人ピッチャーがいたら10人ともそう思いますよね。そうですよね。
ここは低めのボールでゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコースに持っていきました。いや今のはやられたかと思いましたよね。空振りで良かったですよね。そうですね。落ちるボールはこれは外れています。3ボール2ストライクフルカウントになっています。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。先ほどはフォアボールで出塁しました。6番の萩尾がバッターボックス。ワンアウトランナー1塁です。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。まあできるとこまでね投げてくれっていうのがねベンチの思いだと思うんですけどね、まあ、系統もどうですかね。考えていくタイミングではあると思いますね。なるほど、そうですね。これは低いところに持ってきました。ツーシーム外れています。この場面当然歩かせるわけにはいきません。三振になります。ランナーを、ね、進めさせなかったのは大きいですよね。はい、三振で2アウトとなっています。ドラゴンズイニングの途中、ここでピッチャーの交代です。先発の高橋に代わって松山真也がマウンドに上がります。今シーズンは2試合に登板して2ホールド、防御率は 0.0 という内容。さあマウンドを任された松山、今シーズン3試合目の登板です。さあ工藤さん、ここで打ち上げた、スタンドファウルボール。落ちるボール、ノーボール2ストライクです。よく振っています。アウトコース外れます。低めはボール、フルカウントです。外れてフォアボール、ツーアウトながら一塁二塁。バッターボックスには代打の長野。川上さん、この場面で変えてきましたね。まあこの局面なら当然でしょうね。逆にここを抑えればいい流れになってくるんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですね。さあここを抑えていけるかどうか。2アウトながらランナーは1塁2塁、バッターボックスには長野。何としてもここで止めたいマウンド上松山。胸元へ持ってきました。ストライクです。153キロ。
コーナーをつきます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ平行カウントにしたところで何を決め球に持っていくか。ジャイアンツの追撃を許しませんでした。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ドラゴンズが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。代打いたしました長野に代わりまして、ショート川上さん、ここでもう一押ししておきたいですよね。うん、そうですね。まあ、ここでの追加点が入るとぐっと勝利に、ね、近づいてきますからね。ライト方向を流しました。さあどうだ、一塁線落ちてフェア。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。まあ甘い球ではありましたけど、見逃さずうまく仕留めましたね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。小田がファーストランナーに入ります。打席には6番バッターの中田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは相手バッテリーがゲッツを狙ってくる場面かもしれないですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。改めてこのバッター中田の特徴について伺えますか。バッティング技術でね、ボールをスタンドまで運べるバッターですよね。そうですか。見極めました。フォアボールです。ランナー二塁一塁、ドラゴンズチャンスが広がり、さあここでドラゴンズダイソーを送ります。板山がファーストランナーに入ります。バッターボックスには7番の木下。ヒットとフォアボールでチャンスを広げています。はい、ピンチをねしっかりしのいだ後というのはやっぱり流れが来ますからね。さあドラゴンズ追加点のチャンスを迎えています。中決まった。今のはね変化球をうまく使いましたよね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ツーストライクツーボールです。変化球ボールになります。スリーボールツーストライク。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。一本欲しい場面ではありましたけど、まあ次でしょう。まあ、でもまだ得点のチャンスですからね。次のバッターには決めてほしいですね。そうですね。さあこのチャンスの場面、8番の田中がバッターボックスです。引っ掛けさせようかというボール。アウトロー外れます。インサイド打ったボテボテの当たり、サードが抑えた。そのまま入って三塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。
さあジャイアンツはここで先発の山崎が降板、2番手のカイル・ケラーがマウンドに上がります。ケラーは中2日での登板。バッターボックスには代打の大島。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですね、最後まで手を緩めず攻める姿勢でいきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。まずはボールから入りました。今度も外、おっとどうだ、切りました、ファウルボール、ファウルボールです。逃げ持っていった、これは大きな打球、ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ファーストランナーもホームイン、スライダーを見事に弾き返してライトオーバーのタイムリーツーベース、3対0、監督の起用に見事大島が応えました。ここで代打に見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや見事なバッティングでしたね。いや追い込まれてましたけどね、うまく失投を、仕留めましたね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。打順は1番に帰ります。バッター岡林。ドラゴンズこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。いや打線はつながってきましたね、次も期待したいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。ワンボールワンストライク、速いボールが決まりました。インドを見送っています。もう一回インローに持ってきました。三振で攻撃を終えました。しかしこの回ドラゴンズ2点を追加しています。7回終わって3対0、ドラゴンズのリード広がっています。ドラゴンズ、これから8回表、ドラゴンズが3点差リードの場面でピッチャー交代。ここでリリーフの藤島健人がマウンドに上がります。これから8回ジャイアンツ代打が告げられました。バッターボックスには代打の大城。ドラゴンズリードで迎える8回です。さあ工藤さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあリードが広がったんでね、でも気を緩めず丁寧にいきたいところですね。なるほど、さあしっかりと守っていきたいところ。最初は変化球できました。アウトコース外れます。ボール先行です。ここも外れて3ボールになります。ここはもう無理に勝負する気はないんでしょうね。そうですね、ストライクが入りません。ここは1球見ました。
ールでランナーを出しています。ノーアウトからランナーを出してしまいました。まあ先頭バッターにねフォアボールっていうのは、まあ、本来良くないんですけどね。まあここからでしょう。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。そうですね、ここは変化球を引っ掛けさせてゲッツーを狙いたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。はい、ここは長打が出やすいカウントですからね、低めに慎重に投げたいですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。これで平行カウント。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。先ほどの打席サードフライの2番ヘルナンデス。ワンアウトランナー一塁です。初球打ち、この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。掴んで2アウトです。さあドラゴンズイニングの途中、ここでピッチャーの交代です。ピッチャー藤島に代わって橋本勇気がマウンドに上がります。昨シーズンは13試合に登板して防御率は 1.17 という成績でした。さあマウンドに上がった橋本、今シーズン初登板です。追い込んでいます。さあ打ちました。サードゴロです。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3対0、ドラゴンズがリードしています。さあ試合は8回裏、ジャイアンツここで投手の交代です。テラーに代わって赤星雄二がマウンドに上がります。昨シーズンは12試合に登板、3対0、3点差ビハインドの場面ですが、ここは赤星に託しました。さあマウンドを任された赤星、今シーズン初登板です。外へのボールは入りません。外れてボール。さあこれで追い込まれました。なんとか粘って出塁したいところ。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは守備交代から起用されているカリステ。ワンアウトランナーなし。アウトコース、空振りです。この球は落としましたが決まりません。
2ボール1ストライクです。ファウルになります。中への変化球外れました。3ボール2ストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されている宇佐美。ツーアウトランナーありません。打ちました、流しました、詰まりながらもレフトへ。萩尾が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。8回終わって3対0ドラゴンズがリードしています。工藤さん、この場面でのピッチングですが非常に緊張感のある勝負になりそうですね。そうですね、まずは先頭バッターをしっかり打ち取ることですよ。そうですね、非常に大事な場面となります。変化球持ってきました。これで追い込みました。ボールを拾ってアウト、ワンアウトです。バッターは5番サードの坂本。今日はまだ当たりがありません。工藤さん、今日ノーヒットの坂本ですが、ここまでね、本当にいい感じで抑えてます。ここも気を緩めずしっかり打ち取りたいですね。なるほど、そうですね。まずはワンアウトを取っています。この膝元のボールは有効ですよね。インローを指にかかったストレートで空振り。ここは150キロを超えてきます。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は6番萩尾。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。いやー、良かったと思いますよ。いい配球でした。今度はね、違うパターン行った方がいいでしょうね。そうですね。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。そうですね、最後は綺麗にね打ち取って終わりたいですからね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。内へ低めに変化しました。ここは際どいところに外れました。いや、外れましたが、ナイスボールでしたよ。なるほど、そうですね。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。フォアボールのランナーを出しました。2アウトからランナーを出してしまいました。まあフルカウントでしたからね、もうちょっと際どいコースであれば振ってくれたと思うんですけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。シュートが外に外れました。スライダー外れます。際どいところですが外れています。
掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。ドラゴンズが見事勝利を収めました。これで連勝は4となりました。工藤さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか？そうですね、状態のいいピッチャーをいいタイミングで起用しましたね。そうですね、監督の采配も見事ハマった今日の勝利でした。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。